ジュリアン・テニソン・ウッズはイギリス生まれのカトリックの聖職者、地質学者、博物学者であるオーストラリアで働いたメアリー・マッキロップと共に1866年にオーストラリアに聖ヨセフ精神修道会を設立したロンドンに生まれた父親のジョセフ・テニスンはカトリック・信徒でイギリスの高級紙タイムズの副編集長であり母親は死災の娘で 先祖には多くのアイルランドのカトリックの聖職者や宗教指導者がいた。1846年にタイムズの仕事を手伝い始めるが、数週間後に健康を害した母親とジャージーで過ごした。2年後ロンドンに戻り、1950年にウスターシャー、ブロードウェイの受南会の修道院に入り、修道者となった。健康が優れないために南仏。 トゥーロン近くの神学校へ送られた。そこで海軍学校で英語を教え、地質学や博物学への興味が芽生えた。1854年、イギリスでロバート・ウィリアムと知り合い、オーストラリアに向かうことになった。ウィリアムはタスマニアのホバートの初代のカトリックの司祭であった。1855年1月30日にホバートに着いたが、4月頃には、 アデレードに移った。1957年に教区司祭に除外され、南オーストラリア州ペノラの教区の司祭を務めた。1862年に最初の地質学の著作、ジョバロジェクル・オブザベーションズ・イン・サウス・オーストラリアを発表した。1866年にメアリー・マッキロップと共にペノラに聖ヨセフ精神修道会を設立した。 広い教区での定期的な布教活動は、テニソン・ウッズの健康をしばらく回復させ、オーストラリア内陸部への地質学や鉱物学の調査旅行に参加するようになった。アデレードでカトリック教育の監督を4年間務め、ニューサウスウェールズ、タスマニア、クイーンズランドで科学者、布教者として働いた。1870年頃、ウッズと地元の聖職者との間に、 教育の進め方をめぐり意見が衝突し、反対派はメアリー・マッキロップの飲酒の習慣や虐待の噂を流し、メアリー・マッキロップを追放することに成功した。聖ヨセフ精神修道会の作った学校のいくつかは閉鎖された。著作の図判1878年にニューサウスウェールズ・リンネ協会に入会し、1880年に会長となった。 ロンドン地質学会の会員を長く務めた。魚類学の著書、フィッシュフィッシャース・オブ・ニューサウス・ウェールズを出版した。1883年からシンガポール総督、ウェルドの招きで東南アジアを訪れ、石炭資源の調査を行った。中国や日本も訪れ、1886年にオーストラリアに戻った。1887年頃から、視力や、 健康の衰えをきたし、オーストラリアの軟体動物に関する著作が最後の著作となった。オーストラリアの自然科学の発展に貢献した人物に贈られるクラークメダルを1889年に受賞した。1889年にストリート・ヴィンセント・エス・ホスピタルで没し、ウェイバリー墓地に埋葬された。テン・ウッズは植物の学名で命名者を示す場合に、 ジュリアン・テニソン・ウッズを示すのに使われる。ありがとうございます。